酸素回路の問題を解くときの極意というのは、やはり、いかに炭素の10日、えー、回路に置き換えて考えるかというところがポイントになると思うんですよね。で、今回は、その置き換えるという意味で非常に勉強になる問題を一問紹介したいと思います。それは、この平成21年度の問いの16です。この問題の場合は、まず、カッコ A は、 この、宣、えー、電流を、宣電流を求めなさいっていう問題なんですね。で、カ、え、ッ、ー、B の場合は、今度はデルタの部分の総電流を求めなさいということなんですね。でしかもあの、の括弧 A の場合は、えー、抵抗 R のみなんですが、カッ B の場合は、えー、インピーダンスでリアクタンスも含めた形で出てくると。 いうことで、まあ、非常にに勉強になるのかなと思います、まあ、しかもあの、か B のように、えー、スターとデルタがつながってて、これを、えー、変換すると、まあ、しかもデルタにね、するとどうなるのかっていう考え方って、あまりやらないんですよね。うん。なんで、非常にいいのかなと思います。では、早速、解説をしていきたいと思います。まず、括弧こいいですね。 抵抗 R が接続された3層平行負荷に、えー、平行3層負荷に線間電圧 e ボルトの電源を接続したということですね。で、この時に、この先電流の大きさの値を表す式として正しいのはどれかということで、まあ、これは文字式の計算になります。で、これ置き換えるとどうなるのかということなんですけども、 失礼いたしました。置き換えるとどうなるのかということなんですけども、こちらですね、このデルタの部分をスターに置き換えます。で、なぜスターかというと、この線電流を求めるときはもう基本的にはスターで考えた方がわかりやすいんですね。出た電流そのまま使えるので、でこのデルタの部分をスターに置き換えると、 まあこのような形になりますと。まあ、要するに置き換えた後のこの抵抗と上の抵抗が直列になるということですね。はい。えっと、それでは置き換えていきましょう。置き換えるときのルール。まあ、公式ですかね。公式なんですけども、このデルタからスターに置き換えるとき、えー、3層とも同じであれば、 値は3分の1になります。3分の1になります。まあ、これはデルタスター変換の公式から導くこともできますし、まあ、あとはですね、こうやって考えることもできますあ。ちなみにこれ10日からの大原則なんですけども、置き換えた後に全体の消費電力が変わってはいけないという大前提があります。まあ、これを理解できると多少覚えやすいのかなと思います。 まあちょっと概念だけ説明をすると、わかりやすいように、えー、単品で考えます。これデルタですね。デルタです。で、デルタで R で、え線、ー、間電圧が、えー、V ですよ、と。はい。で、この時、えー、当然あの、R にかかる電圧っていうのは、線間電圧 V がかかります。 で、これをスターに置き換えてしまうと、どうなるのかというと、1層分にかかる電圧というのは、えー、線間が V ですから、1層分だと、ルート3分の、ルート3分の V になりますと。で、 この前後で消費電力変わっちゃいけないんですよね。まあ、そうすると、電圧がルート3分の1になってしまうと。で、ちなみに抵抗で消費される電力の公式というのは、電圧で考えると、R 分の V の事乗ですね。あ、ちなみにこのデルタの方ですけど。で、これが変わっちゃいけないんですよ。計算結果が。で、電圧が、これがルート3分の1になるんで、この事乗ですから、3分の V の事乗なんですね。 で、それを r で割って値が r 分の v 事情にならなきゃいけない。ということは、これは r で割るのではなく、3分の r で割る。つまり r 分の3になる。で、要するにこの一層分は3分の r にしないと計算が合わなくなってしまう。って考えるといいのかなと思います。あ、ちなみに、えー、それ余計めんどくさいじゃんと思われるかもしれないんですが、今言ってるのは、 3倍になるのか、3分の1倍になるのかが悩んだ場合ですね。で、えー、今の考え方で言うと、デルタからスターに変わると、電圧が小さくなるから抵抗も小さくしなきゃいけない。だから3分の1。まあ逆は、スターからデルタに変える場合は、電圧が大きくなるから抵抗も大きくする。だから3倍。っていう考え方ですね。はい。では、えー、やっていきましょう。ということで、この1 5分分のの抵抗は3分の R になるとではその置き換え後の等価回路を考えてみるとなので今回は負荷を Y 決戦で統一します。統一した後の1層分ですね。R と 3分の、R、で単位,単位はどちらもオームですね。 で、ここに i1 ドットと。はい。こういう状態です。えー、そうすると、この i1 ドットの大きさは、あちなみにこの電圧ルート3分の1っていうのは大丈夫でしょうか。この置き換えた後の1層分なんで、ちょっと中性点引っ張りますと、ここにかかる電圧ということですね。まあ、これは、まあ、要するに、 えー、線間電圧が E に対して総電圧になるからルート3分の E ということですね。はい。そうすると、この計算結果というのは、ルート3分の E を、えー、この R と3分の R が直列ですから、計算としては、 四分、え、四ああ、ちょっと、もうちょっと間飛ばさずに書くと、えー、ここの合計が3分の1プラス1ですから、3分の4割ですね。まあ、そうするとここは4、 4r 分の3になるということですから、4r 分のルート 3e ということですね。はい。えー、これがカッコ A、カッコ A の方ですね。カッコ A では負荷を、えー、スターに統一して考えたということであります。 では、えー、続いてカッコ B の説明をしたいと思います。カッコ B は、えー、これはですね、このデルタの総電流、1層分の総電流を聞いているので、まあ、私としてはえ負荷をデルタに統一して、もう一発で電流を出してしまうという考え方でやっていきます。まあ、もちろん、このカッコ A と同じように、下のデルタをスターに置き換えて、 で、求めた線電流。その値をルート3分の1してやる。まあ、それでもいいんですけども、私としては、あの、なるべく電流は一発で出したいので、下の、え、まあ、デルタで統一するということです。では、この上のスターの部分はどう考えるのかということですね。まあ、要するにこの部分です。で、え、これ変換すると、 スターの部分がデルタになって、これちょっと難しいんですけども、このデルタの中に直列でつながるっていう考え方なんですね。こいつが変換されて、ここにつながっていくという考え方です。まあこれあのスターと一緒なんですよ。上の。まあスターと一緒。まあ上の場合は、このデルタの部分が、デルタの部分が、 上のスターの部分に直列につながる。下もそうなんですね。スターの部分をデルタに変換すると、このデルタのところに直列につながるということになります。で、まあ、この接続点自体が、ね、まあ、ここ、あの、短絡になりますから。短絡になりますんで、この置き換えた後の、 一層分に戦艦の200がそのままかかるようになるということになります。変換後ですけどね、もちろんね。はい。では、えー、変換した後のこのデルタの負荷の一層分を取り出して考えていきたいと思います。この負荷の一層分を取り出すというところがポイントですね。まあ、ちょっと書き方間違えるとあの、勘違いしてしまうので。 では、えー、取り出した後ですが、1層分ということで、えー、これがまあデルタの単子で、はい。スターからデルタの場合は、先ほどご説明したように、3倍になります。まあ、単位がオームの場合ですね。で元々つながっているのが、12プラス j 九ですから、36プラス J の27。で、そこにもともと同じインピーダンスが入ってますから、ここですね。入ってますから12、12プラス j 九これがつながっていくということです。で、この一層分の負荷に、 2 0 0トがかかっていますということです。で、流れる電流が I2 ドットです。で、これ、えー、合計すると、48プラス J36 オームとなりますので、えー、そうすると、これって、 3対4対5が成り立ってますね、えー。1は12です。12が3倍、4倍、5倍ということですから、大きさとしては、これ、z. ドットとすると、z. ドットダッシュとすると、 この48プラス J36 が Z ドットダッシュとすると、この絶対値は60オームになります。まあそうすると、この I2 ドットは、の大きさは60分の200となりますので、3. 3アンペア。なので2番が正解ということになりますま。これが、このデルタに統一した時の考え方ですね。これかなり楽にできるようにちゃんと作られてます。で、これもしね、この下をスターにしてしまうと、まあいいんですけど、してもね、スターにすると、 ま、ま、要するに、スターにした場合は、ここばーっと消えて、ここにね、ま、さっきと同じですよね。カッコ A と同じなんで、ここに3分の Z が来て、半分の Z が来てね。で、1層分に、ルート3分の、 2 0 0トがかかって、で、ここになが、で、これね、計算結果が重要なんですよ。これ間違えと本当にまずいんですけど、ここで計算して出てくる、この、電流というのは、ルート3分の i2 ドットなんで、大きさが違うんですね。 そう、これ勘違いしてしまう、あ、ごめんなさい、ルート3分のじゃない。ルート3分の、あ、ルート3倍の i2 ドットなんで、これ勘違いするとね、かなりやばいんですよ。で、えっと、実際にね、これ出てきちゃうんですよね。この値が。えー、値としては、 3.3×3 ルートなんで、えー、5.715ということで、まあ、微妙にね、割り切れないっちゃ割り切れないんですけど、いるんですよね、ここに。なんでね、これ結構やばいんですよ。本当に。絶対にあの勘違いしないようにしないといけない。これ本当に大事ですね。すごくあの怖いので、えー、絶対にね、皆さん間違えないようにしてもらいたいんですね。 はい。ということで、えー、今回はですね、2つのパターン。A の方では負荷をスターに統一する。こっちが多いかな割と。うん、そんな気がしますけどね。大体いいあの、求めるときって、宣電流求めることが、まあ、多い気がするので、まあ、電力欄があるとそうですね、もう確実に宣電流ですね。 まあ理論だと、まあ微妙っちゃ微妙なんですけども、まあやはり宣伝流の方が多いのかなうん。まあスターに置き換える方が多いかとは思いますけども。まあただあの場合によってはこうやってデルタに統一する。あ、ちなみにあのこれって、なんかこういう負荷って見方もできますけど、あの考え方によっては えー、負荷がこのデルタで、そこまでの電線の、えー、線度のインピーダンスっていう風に置き換えても全く一緒なので、まあ、これすごく便利ですよね。考え方としては。で、まあ、ぜひ、えっ、ー、と、がん、やってみていただければなぁとは思います。はい。え、ということで、えー、今回、平成21年度の問いの16解説しましたけども、 まあ、基本学ぶという意味ですごくいい問題ですし、まあ、逆にあの、あまりやらないパターンも勉強できるということで、まあ、もしかしたら初めて聞くと分かりづらいかもしれないんですが、すごく大切な部分なので、ぜひちゃんと押さえていただければと思います。えそれでは、えー、解説はここまでとさせていただきます。えー、日本エネルギー管理センターの YouTube では、えー、電験3種電気工事士合格のためのお役立ち情報が満載でございます。 順次更新してまいりますので、まだチャンネル登録を済みでない方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。